マッチの気合いの保存会から2名、ここに参加させていただきましたけれども、今ずっと気合いと喋ってた小松です。下諏訪町のですね、ミスター御柱と言われています。そういうことで、まあ、これは貴重ですけどね。下諏訪町気合いの保存会の事務局長をやってますので、御柱のことだったら、何でも聞いていただきたいと思います。それで私がですね、下諏訪町気合いの保存会の副事務局長で2人で、コンビで持ってやってます。よろしくお願いします。なぜここに下諏訪町の気合いの保存会を呼んでいただいたかっていうんですけども、実はですね、私が今年のですね、2月頃に、御柱の詩を作ってみました。で、当初はですね、誰にその作曲を頼んでいいかなということで迷っていたんですけれども、プロのと言いますかね、作曲専門にやってる中央の人に聞いたらですね、私小林ですけども、小林さんやめた方がいいよと、600万も700万もかかるよと言われたもんですから、これはえらいことだということでですね、諦めかけました。その中でですね、ちょっと知り合いの新聞社の記者がいたもんですから、いやこんなことになっちゃったっていう話をしましたら、いや小林さんちょっと新聞に載せて、作曲する人を募ったらどうかねっていうような、そんな話があったもんですから、いやじゃあ頼むわということでですね、お願いをしました。そしてですね、新聞に朝刊に出まして、まだ私ベッドの中でですね、おお出てるわということで新聞を見てみましたら、8時ちょっと前だと思います、7時何分頃ですね、実は美咲さんから電話が入りました。久々に女性の若いいい声の人が来たなということでですね、作曲を私にやらせてくださいということでした。ですけれどもですね、私結構年配だもんですから、普段カラオケも歌うんですけれども、どういうかのこういう歌だもんですからね、でどう見ても御柱の歌は、どういうかがいいなということでいたもんですから、流行りのこの新何でしたっけ、新日本の存在からねということでですね、いやそんな人にできるのかなっていうことで、できますかって話したらね、できますって話したんです。これはじゃあ急遽その日のですね11時にちょっと空いたもんですから、11時頃来ていただけますから、いいですという話になりました。それで私もですね、胸がワクワクして、若い女性が、それで車がダーッと来たものですから、ちょっと見ました、こたらクマみたいの誰かいや、なんでこれやらっていう話ですね。いやそれは今失礼ですけども、そこについてた人は篠原さんです。いやまさかね、一人でおやりになってるかなと思ったもんですから、これはもういや偉い人来ちゃったけどということで、そこでちょっと話をさせてもらったんですけど、意外と優しくてですね、これならいいなということでですね、もう美咲さんの顔だけずっと見たんですけど、もうそれだけで OK を出しました。でその後ですね、数人から作曲をさせてくださいっていう話も来ましたけども、もう決まりましたということでですね、美咲ちゃんにお願いをしました。それで、新聞社もですね、テレビ局もちょっと取り上げていただいて、ちょっと有名人になっちゃいまして、私なんかもう初めて詩を作ったもんですから、周りの人にいろいろ構わられまして、先生なんて言われちゃってねちょっといい気分になりましたけどそんなことでですね、そういう面白い話もありますけれども、本当にそれからですね、トントン拍子で、作曲をしていただいて、それから私 のたまたまこうやってキャリアやってるもんですから、せっかくの御柱の歌だからですね、中にキャリアも入れていただきたいということで、それはいい話だということでですね、美咲さんたちにもですね、OK をいただいて、じゃあ諏訪 の地元の人がですね、みんなが参加していただいて、でみんなで、歌にしようということでですね、8月の3日の日に下諏訪のですね、文化センターの小ホールで、
掛け声、これから少しちょっと早いと思いますけど、よいさよいさとかね、よっていうのをですね、公開録音しました。本当に山梨から参加だとかですね、長野から参加をしていただいた方も含めてですね、大勢の人に参加をしていただいて、でまた CD の裏にですね、参加していただいた人の名前を載せようというようなことですね、みんなで、御柱、みんなの歌御柱制作委員会なんてちょっとかっこいい委員会を作りまして、今進めてます。また宇崎さんの方から後から、案内がございますけれども、今月にですね CD も完成しますので、また皆さんよろしくお願いしたいと思います。それではちょっと美咲さん、これからちょっと歌いたいと思いますので、歌いたいと思いますよ。よろしくお願いします。